鳥取県の鳥取ふるさと大使を務めていらっしゃいまして、格闘家としても新たな道を歩み始め、最近では鳥取でも試合をされたんですよね。そうですね、はい、試合させてもらいました。はい、いかがでしたか。そうですね、久しぶりの鳥取での試合だったんで、普段東京でしか試合やってなかったんで、こう地元の人たちの前で試合できたっていうのはすごい嬉しかったですね。本当に武尊さんのファンクラブが、もうデビューの頃から立ち上がってるんですけども、だんだんかっこよくなりますね。我々としても本当に、ね、胸がときめくぐらい、武尊さんに期待も申し上げてます。ぜひ、カニバってください。カニバります。個人的にカニすごく大好きで、特に今の季節カニしゃぶとかカニ鍋とか、あとはお正月とかに家族で食卓を囲む時の贅沢品としてもいいなと思っているので、今回こうしてカニ取り券のアンバサダーに就任させていただけてとても光栄に思っています。奥州なしもちょっと贅沢ですけれども、ご褒美におやつとしていただきたいなと思っています。鳥取県の魅力をさらに伝えていけるように、わずかではありますけれども尽力してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。そうですね、僕地元鳥取県で地元いたんですけど、地元いた時には食べたことのない大きさとこんなすごい顔ですよ。このデカさは食べたことないので、ちょっと家族と一緒に今回いただきたいなと思います。あと梨もフルーツも減量中に食べれて最高なので、はい、いただきたいと思います。見てください。いや、カニのお顔をこんな真正面から見たことないので、しかもこう大きいですし、重たいでしょ、すごい重いですし、ね、立派ですから、なんか、ね、現実味がない感じがありますけれども、いや、太くて足も美味しそうだなと思います。そうですね、はい、うん、すごい迫力がありますね。じーっと顔で食べて目を合わせる山崎さんもちょっとなかなかレアかなと思いますけれども、いや、カニの顔ってこうなんだっていうふうにちょっと思っちゃいました。平井知事、一口ですね。いただきます。いただきます。どうやって食べ、ちょっと山崎さん、知事スタイルでいきます。ちょっと落ちちゃいました。どうしよう。うん、石川さんもうなずきながら召し上がっていただいて、おいしい、ね、第一声おいしいいただきました。ありがとうございます。いやいや、皆さんどうする、まだもぐもぐしてらっしゃいますかね。すいません、遅くて。ね、これは味わいたいですよね。絶対おいしいですよね、うん、もう湯がきたてで、ね、もうこっちによだれが出そうなぐらいですけれども、また意味が詰まってますね。あんまりなかなかこれだけ大きな足、絶対これ多分この企画だと思うんですけど、うん、レナさんとタキルさんのが大きかったです。あ、本当ですか。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか。めちゃくちゃ美味しいですね。地元、むしろ地元にいたら食べれないぐらいの地元じゃこんな太いに出てこない。そうですよ ね、私もう身がすごい詰まってて、うん、すごい美味しかったです。知事スタイルで召し上がっていただきましたが、いかがでしたか。はい、いや、ほんとプリプリで濃厚な味で、しかもこう、なんでしょうね、食べ応えが1本食べただけでもかなりあって、贅沢ですね。うん、嬉しいです。食べさせていただき、今年初カニかもしれません、もしかしたら。ありがとうございます。